ダニエルは旧約聖書のダニエル書に登場するユダヤ人男性。ユダヤ名がダニエルで、ベルテシャツアルはバビロンの宮廷で付けられた名前である。ダニエルとはヘブライ語で神は私の裁判官であるという意味がある。キリスト教においては預言者だが、ユダヤ教では預言者とはみなされない。ダニエル書の伝えるダニエルの物語は以下のようなものである。 聖教会でダニールと呼ばれ、聖人とされる。紀元前6世紀エルサレムを陥落させたバビロンのネブカドネツワルオは、自分の占領行政の管理を要請するため、ユダヤ人の王族と貴族の中から、体に難点がなく、容姿が美しく、何事にも才能と知恵があり、知識と理解力に富み、宮廷に仕える能力のある少年たちを選び出して、 連れてこさせ、カルデア語を学ばせた。ベルテシャツアルと呼ばれることになったダニエルは、その一人であった。ダニエルをリーダーとする、シャドラク、メシャク、アベドネゴの四人組は、異邦人の地にあっても唯一の神への信仰を、守り抜き、異邦人の肉類と酒で自分を汚すまいと誓っていた。ダニエルらは抜きんでて優秀であったため、王に仕えて徴用された。 ライオンの穴の中のダニエル1615年頃、ルーベンス・ダニエルは、ネブカドネツアル王の見た夢の謎を解き明かしたことで、バビロン全州の長官に任命された。また、ネブカドネツアルの子、ベルシャツアルが、宴会中に壁に字を書く、指の幻を見た時も、その意味を解き明かしている。ペルシアがバビロンを征服した後、メディア人ダレイオスも、ダニエルを徴用したが、 他の家臣の陰謀でダニエルは、ライオンの洞窟に投げ込まれることになった。しかし、ダニエルは、神の力によって、ライオンに襲われることなく、逆に、ダニエルを陥れようとした者たちが、ライオンの餌となった。ダニエルが主に乗っていると、天使ガブリエルが現れ、メシアに関する、定められた時についてのお告げを受けたこともある。大いに愛せられているものと呼ばれていることから、 主のお気に入りだったと伺える。旧約外典のダニエルかけほいには、ダニエルがキュロスオーチカでベルガミの祭子と争う物語、及び二人の男に布告された女、スザンナを巧妙な裁判で救う物語が収録されている。後者からダニエルは裁判の守護聖人とされた。シェイクスピアのベニスの商人では、帽者が肉を切り取っても良いという判決を下したので、 シャイロックが明細板官の例としてダニエルが引き合いに出すが、それはこの旧約外転の物語にちなんでいる。ヘブライ語で、シュシャンと呼ばれるスーサには、ダニエルの墓とされるものがある。ネブカドネザル2世は、夢の中で、頭が純金、胸と腕が銀、腹とももが青銅、すねが鉄、足は一部が鉄で一部が糖土できた像の夢を見た。 そこに一個の石が投げつけられ陶製の足を砕き、像は粉々になり、跡形もなくなるが、石は山のようになって全地に広がるという夢であった。ダニエルは、金の頭は、ネブカドネザル二世自身であり、銀、聖銅鉄、凍度は、バビロニア王国の後を継ぐ、より劣った王国を表し、これらはついに永遠に続く神の王国によって、滅ぼされるだろうと説いた。 次に、ネぶかどネざる二世が別な、不吉な夢を見た。それは天に達する一本の高い木に、豊かな実が実のり、鳥ガスを作り、動物は木陰に宿っていたが、聖なる天使が下ってきてその木を切り倒し、切り株だけを地中に残したというものであった。ダニエルは、木は、栄光と権力を握る、王自身を表し、主がべてを支配することを知らせるために、王は、 動物の境外に落とされるであろうと解き、寝ドど寝ル二世に間に合ううちにやり方を変えるように、解いた。次の話は、ベルシャザルが王宮で大宴会をしていた時、一本の手が現れ、宴会場の壁に、メネ、メネ、テケル、パルシンと描いた。ダニエルは、メネは、数えるということであり、神があなたの知性を数えて、それを終わらせられたと説いた。 テケルは量を量ることで、あなたは天秤にかけられ不足と見られたと説いた。パルシンは、分けるということで、あなたの王国は、メディアとペルシャに与えられると説いた。AB、旧約聖書人名事典、ジョアンコ名著、東洋書林、1996年、238から240校より意味よダニエル書、1時19分 AB ダニエル書、2、1から 48AB ダニエル書、 5,5から28ダニエル書。6,5から16ダニエル書。6時24分ダニエル書。9,1から27ダニエル書。9時23分ダニエル書。4,5から27。ありがとうございます。